水戸市立図書館水戸市立西部図書館水戸市立西部図書館は茨城県水戸市堀町にある公立図書館。建築家の荒井千明が手掛けた中世、ヨーロッパ建築を思わせる建物が特徴で多くの建築関係者が見学に訪れている。また映画図書館戦争のロケーション撮影が行われたことでも知られ、作品のファンの来館も多い。 イタリア語でダインを意味するジーロの愛称がある。水戸市西部の住民が日常的に利用する地区図書館として位置づけられており、独自のコレクションとしてこの図書館の建設に尽力した、元市長の佐川和信の寄贈書で構成された佐川文庫を保有する。水戸市では1980年に移動図書館、公文号の運行開始と、新、水戸市立図書館の開館を実現し、 図書館サービスの充実が進んだ。特に移動図書館は市民の評価が高くさらなる拡充が要望された。こうした中1984年に市長に就任した佐川和信は21世紀に向かう文化都市水戸構想を発表し、その一環として図書館の文館設置を表明した。佐川は映像や音楽が石鹸する当時の世相を憂い、読書文化の復権を掲げ、 菅原春の率いる図書館計画施設研究所へ作成を一択していた、水戸市図書館整備計画を1985年11月に公表した。この計画は、全市民への図書館サービスの普及を掲げ、そのために地域を3分割し、それぞれに地区中心館を整備することを提案した。これを反映した、水戸市第3次総合計画は、 地区中心間を二つ整備する方針を示し、東部地区と西部地区でそれぞれ建設に向けた準備に入った。水戸市西部地区では、水戸駅から西に5キロメートルほどの地にある堀町の山林、水田を建設候補地に選び、1987年5月から地権者説明会を開いて交渉に入り、1989年2月にすべての土地の取得。 借地契約が完了した。同年4月26日に開館した東部図書館にないに可燃事業で建設が予定されたが、1989年12月の水戸市議会で3加年に延長。予算も増額することを決議し、より良い図書館とするため、常任委員会などで集中審議を重ねた。また地元説明会を何度も行うことで図書館の設計や、 利用方法などについて、市民と意見交換を進めた。1990年3月20日に、文部省の補助事業として着工、バブル景気の最末期という時世の中建設工事が進められ、1992年3月25日に、春工式を挙行、サンジョルディの日である同年4月23日に、約150人の臨席のもと、開館式を開催した。 式典には、いわゆる来賓だけでなく地域の団体の代表者や、小中学生も招待され、全住民を挙げて、開館を祝うという形が取られた。一般の利用は同日午後に開始したが、多数の本を抱えて住民が、貸し出しカウンターに列をなしたため、昼食を取る暇のなかった職員もいたという。開館時からコンピュータによる貸し出しを行っており、中央図書館をハブとする、 オンライン図書館システムに組み込まれた。同年10月11日には3597冊を貸し出すという盛況ぶりで、これは西部図書館の1日の貸し出し冊数の最高記録となった。西部図書館は東部図書館とともに水都市図書館整備計画に示された地区中心館を具現化したものであり、同時並行的に整備されたため多くの類似点がある。 図書館を核とした文化公園とするためスポーツ施設が併設されたこと、地域のコミュニティセンター機能を担わせるために夜間利用が可能な集会施設や駐車場を設けたこと、子供の利用を促すために児童書や青少年用図書を充実させたことが代表的な共通点である。両館とも私立中学校に隣接するという立地条件も共通であるが、これは意図したものではなく、 偶然の一致である。東部図書館と似たような施設を包含する一方で、西部図書館は、風景が物語のある空間を創造するということを意識して、設計しており、全体として、中世の荘園、内市明治の大邸宅のような環境を整えている。図書館には、石川市民運動場が併設されており、テニスコートやゲートボール場がある。これらスポーツ施設の利用は、 図書館の開館時間に準じる。三戸市西部地区を対象とした地区図書館として奉仕するとともに佐川文庫を保有し、茨城大学の学生への利用も多いことから社会科学系の資料を重点収集する。特に読書離れが叫ばれている中学生層の来館促進に力を入れている。独自コレクションとして佐川文庫と 中央大学通信教育文庫を保有する。2016年4月1日より指定管理者制度が導入され、図書館流通センターが管理運営を行っている。佐川文庫は、西部図書館の建設当時に、水戸市長を務めていた佐川和信の遺族から寄贈された約4700冊の図書からなるコレクションである。西部図書館の2階に設けられている。 佐川の死後、1996年6月に遺族から西部図書館に寄贈され、整理した上で同年12月から公開を開始した。寄贈する図書は生前に佐川自身がリストアップし、並べ方まで指示していた。判例集や労働法に関する資料を中心とし、判例時報や現代労働法講座などが含まれている。三都市港町にある 佐川文庫は、西部図書館へ寄贈した後に残った図書や CD を、元に寄贈図書と同じ本を再び人望町で、買い集めて公開している。2000年11月に佐川の姉が開館し、中高生を中心に評論家や、卒業論文を執筆中の学生なども来館する。敷地面積は2万1283.66平方メートル。 建築面積は3188.98平方メートル、延べ床面積は3389.26平方メートルである。市街化調整区域内に立地し、憲兵率は14.9%、容積率は15.9%である。公園の中にあるため、敷地面積が広い。公費は8億9067万8000円であった。 建築は第18回吉田58賞を受賞した。この第18回表彰を最後に吉田58賞を運営していた吉田58記念芸術振興財団は資金不足や役員の高齢化吉田の意思を理解して賞を選考できる人物が減ったことを理由に解散しており、水戸市立西部図書館は最後の吉田58賞受賞作となった。受賞時の評価は 西洋古典建築の良感と、端正な空間構成で、造形的に極めて優れた作品であった。設計者は、荒井千秋である。当時の新居は40歳であり、建築家としてはまだ駆け出しの存在であった。設計を依頼したのは、水戸市長の佐川和信であり、都市計画家の三原隆から提示された、若手建築家のリストの中から最も若く、 無名であるという理由で新居を選定した。新居が選ばれる前に別の設計者がすでに設計案を作っていたが、佐川はその図面を示しながら、こんな図書館じゃみとっぽは桜田門外の変を起こせないとその案を否定し、本好きの市民を育み再び歴史の表舞台に建てるような図書館、本を盗まれてもいいのでどこからでも入れる図書館にするよう新居に注文した。 これに応えるべく、新居は図書館の歴史の原点に立ち返り、地の形である縁、ドームを採用した。西部図書館が設計された1990年代までは、高専の主張が自ら建築家を指名し、建築家と対話しながら、独自の公共建築を実現することができる時代であった。新居は、建築家が良い建物を作るには、良いクライアントが必要だと語っている。 しかし、1990年代以降の公共建築は、市民や出資者の声の反映も求められるようになり、建築家にとっては適応の難しい時代になりつつある、ことから、以前のような強い公共を求める風潮もある。円形の塔の周囲に、小屋のような形のウィングが複数取り付けられたような、独特の形状をしている。新居は、図書館の歴史が、 個人の書斎やサロンから始まっている点に注目し、その延長として、中心性の高い花びら型の図書館にしたという。南側の花びらには、夜間も利用可能な機能を集め、北側の花びらには昼間に利用する自動開花室、お話の部屋、録音室、対面道読室、事務室を配置した。南北で利用時間帯の異なる施設を分けることにより、 中央の閲覧室が通り抜け空間とならないように工夫している。中央部は直径約20メートルの円形ドーム屋根の直下にあたり大邸宅のリビングをイメージした設計で青少年コーナーを中心に置きその周囲に一般開花室を廃し2階部分には一般開花のうち専門的な資料を収蔵するコーナーとし階段で行き来できるようにした。初夏は 壁面の曲線に沿うように、同心円状に配置されている。書棚や机は緑色で統一されており、壁の白と調和する。2階のソファ席に腰掛けると、壁一面に本が広がっているように見える。2階中央部は吹き抜けで高さは最大12.5メートルあり、大空間を形成しており、屋根の加工がそのまま天井となっている。 円形ドーム屋根は、異形鉄筋の格子シ,シェルを使い、格子点は1本のボルトで固定している。異形鉄筋は、低コストで曲面を作り出すのに貢献するのみならず、異形鉄筋自体の凹凸に曲げ加工を施した、座金が食い込むことでズレを防止する効果を発揮する。格子シ,シェルは薄くて、硬く強い構造であり、見た目が美しいことから、そのまま天井の仕上げ材として使われている。 花びら状の書室と中央の開花室の間には幅約3メートルの展示ギャラリーがあり、打ち放しコンクリートの壁面にスリット状のトップライトから光が差し込むように設計されている。以上のような図書館設計に対し、水谷博士のは手すりが邪魔で2階の本が見えないところが残念であるとしながらも配置計画から外観、 構造と細部まで一貫した考えでまとめられた密度の高いものとなっていると評した。図書館本体の施向者は河田、助、ケ、瀬谷工業建設工事共同企業体である。利用者からの評価は概ね好評であるが、円形であるために方向感覚を失うという声もある。また管理者側からは単位面積あたりの図書収蔵数が少なくなるという欠点が指摘されている。 図書館の周囲は幅3.5メートル、一周400メートルの楕円型をした回廊に囲まれており、ジョギングコースや車椅子利用者や杖をついた人の歩行練習、屋外での読書スペースとして利用されている。ギリシア哲学のペリパトス派のペリパトスは、多いのあるほど、ストア派のストアは、中老を意味し、古代ローマでは、ポルティカスと呼ばれる、芸術作品の置かれた回廊が発達し、 最古の総合大学とされるボローニャ大学では回廊を通って移動教室がなされるなど移動しながら学ぶという形式が採用されてきたことから西部図書館にも回廊が取り入れられたこの回廊は屋根がついているため急な雨の際にどの施設からも入りやすく濡れずに施設間を移動することができ、雨展示にもジョギングなどの運動をすることができる回廊は 地域のシンボルとして位置づけられており、図書館の開館時間に関係なく、いつでも利用できる。図書館と回廊の間には、芝生広場があり、子供のサッカーなどに利用される。またテニスコートやゲートボール場も併設し、図書館を中心に左右対称に配置している。これは、スポーツをしに来た人が本を読んで知識を深めて、帰れるような建築であるべきという佐川の意思を、 反映したものである。スポーツ施設を併設することで、スポーツ目的で訪れた人に図書館を利用してもらうことと、多様な世代が同じ空間に居合わせることを意図したものである。回廊の志向者は竹中工務店である。藤村隆イタリは1989年にベルナール・チュミが提案したフランス国立図書館のコンペアンと建築思想が共通していると指摘している。 西部図書館は数多くのロケーション撮影に利用されている。具体例を挙げると、映画、図書館戦争、SKE48 のミュージックビデオ、メガマソのプロモーションビデオ、NGT48 の大野彩香の個人 PV、日本国外向けのコマーシャルメッセージなどである。2015年には、三都市がロケーション撮影を誘致するためにガイドブックを刊行し、 撮影実績のある施設として写真付きで、西部図書館が取り上げられた。図書館側としては、個性的なデザインが財産であると考えていることから、ロケ地としての利用に理解を示している。ただし、通常業務最優先の立場から、ロケは休館日か閉館時間中に限定している。特に映画、図書館戦争のロケ地として知られている。 同作の制作会社が撮影に適した図書館を日本各地で探す中で雰囲気が良いとして映画第一作のロケ地に選ばれ2012年10月に休館日を利用して撮影された。作中では戦闘シーンや図書隊の基地として登場する。西部図書館では映画の公開と前後して ロケの様子を撮影した写真や撮影に使われた小道具などを2013年4月から5月にかけて展示し、展示を開始して、すぐにファンの来館や問い合わせがあったという。展示終了後もファンの来館は続いている。西部図書館では撮影の様子を収録した写真や関連資料を10冊のファイルと冊子で保管しており、閲覧希望者に公開している。図書館戦争公開後、 ロケーション撮影に関する問い合わせが増加したという。なお、A 倉奈々演じるヒロインの笠原薫は、水戸市出身という設定である。開館以来の活動としてお話し会がある。開館者年度は、職員が交代で務めたが、ボランティア団体、タンポポが発足したため、タンポポメンバーの運営に変わった。絵本や紙芝居の読み聞かせのほか、バ、なしカーテンシアター、 パネルシアターを行うこともある。このほか職員による映画会や長期休暇中の特別企画として、自然観察会、講演会など、夏休み中の戦争に関する図書展示などを実施する。他の指定管理者制度を導入した参観と同様に、2016年10月より、育児コンシェルジュが設置されている。育児コンシェルジュは、 横浜市に本社を置く保育サービス企業の職員である、保育士、幼稚園教諭の有資格者や子育て支援員で構成され、週3回10時から15時まで図書館に滞在し、利用者の子育て相談に応じたり、読み聞かせや本の紹介を行ったりしている。2017年1月17日にはさらに進んで、宅地サービスの提供を本格的に開始した。西部図書館のほか、東部、 三輪の二館でも実施する。子供連れでも図書館を利用しやすくしようと、指定管理者の図書館流通センターの提案で始まったものであり、茨城県の図書館では初めての取り組みである。託児サービスは育児コンシェルジュと同じスタッフが担当し、利用者は10時から15時までの毎正時に1時間子供を預けることができる。利用条件は保護者と子供が共に、 水戸市内に居住し、保護者は水戸市立図書館の利用カードを保有していること、子供は1歳以上の未就学児であることとなっている。1日図書館員は水戸市内の小中学校に通う児童、生徒を対象として毎年開催している行事である。日本全国のキャンペーンである読書週間に合わせて行われる記念行事の一環として実施してきたが、2002年からは、 子供の読書習慣の行事となっている。例年、水戸市立図書館の全館で開催している。1日図書館員の目的は、子供たちに図書館に親しんでもらうことであり、業務の説明、館内の見学、カウンターでの図書の貸し出し、返却処理、返却本の書家への配下、子供向けの読み聞かせなどを子供に体験させる。注釈出典ありがとうございます。